どうも皆さん、こんにちは。ポニーです。ということで、今回ですけども、最低単独にしたら、ビクロイが取れるのか、よいしょー。はい、ということでね、前回単度を全部ね、マックスにしたらビクロイ取れるのかという企画をやったと思うんですけど、今回はね、このマックスの逆、この 0.1% とかに、もう全部感度をね、最低にしてやったら、ビクロイは取れるのかということで、早速やっていきたいと思います。それでやっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでね、早速やっていきたいと思うんですけど、ちょっと待って、降りる場所に向けない。やばい、これ。スローモーション?これなんか俺。全力でスティック倒してるけど。だって上に向けない、これ。やばい。今回はもうちゃんとね、最初から ADS 感度とかも全部多分一番になってる。下に向きたいんだけどさ、向けない向けない。これ、ね、敵がいるかも確認できない。後ろ向けないから。後ろ向くのに多分20秒ぐらいかかる、これ。やばい、これ。ちょっと待って。ちょっと待って、これ。え?今回のチャレンジ終わったくね、これ。これ多分、視点でこう宝箱に行こうとしたら遅すぎるんよ、俺も。これ多分倍速しなきゃ動画になんないレベルだから、体でこうやってね、向き変えてくる。これ、マジでやばいんだけど。絶対これやばくね?でも、もうこういう歩き方になってるけど、俺。大丈夫俺。やばいやばい、これマジで水すぎるんだけど。待って、絶対無理やん、こんな。右に向けないもん、これ。あさるのにこれ多分20分くらいかかるぞ。前回さ、マックス感度やって、エイム合わせるのむずすぎでしょとか言ったけど、もう合わせるもクソもないじゃん、これに関しては。多分敵の方向けないで終わんじゃん、これ。だってドア入れないもん、これ。俺もう向くのに時間かかりすぎ、これ。やばくね、これ。ちょっと、なにこれ。今回の客これ一番むずいかもしんない。なんか打開策打たないとこれやばくない、普通に。敵が例えばさ、これで左から撃ってくんじゃん。向くまでにこう時間かかるわけよ。無理じゃない、これ。ちょっと待って。今回のチャレンジやばいかも。だって前回マックス感度でさ、16キルとか7キルしてたはずだけど、今回の客ちょっと無理だわ、これ多分。これ動画になるこれちゃんと。大丈夫本当に。難しい上にね、ストレス溜まる普通にこれ。向きたい方向に向けないっていう、この、クソ縛り。誰やねん、これやろうって言ったやつ。ちょ、敵がいる。これさ、もう、待って、建築してんだけど。ちょ、すんな。すんなって引いてこう。これ、引いてこう、引いてこう。オッケー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 。ちょっと右向きながら引いてった、まっすぐ。ちょっと待ってくれ。向けない。ちょっと待って。敵に標準が。くそ!あー!遅すぎるだろ!よし!なんかさ、ゆっくりな感度って、エイム合わせやすいと思うんですよ、みたいな、思ったじゃん。ゆっくりすぎて、敵が歩いてるのに追いつけねえ、逆に。これやべえわ。なにこの縛り。ねえ、今回ばかりは負けるかもな、俺も。雇えないの、ボットとか。前、キーマンでやってみたみたいな縛り取った時に、ちょっとうまそうなやつ来た時に、ボットが倒してくれたっていう奇跡があったわけよ。ボット雇うのワンチャンあるかも。前のやつと同様で、縦積みできるか確認してみます。いきます。うわ、なにこれ ?100 倍速ぐらいにしないと、やばいやん、これ。オッケー、やっと壁立ちました。ところで、階段も。ちょっと待って。あ、やっと立った。あ、オッケー、今多分1回転進めたら3、40秒かかってるかな。うん。縦積みできないってことでいいよね。前のは一応早かっただけで囲えたりはしたじゃん。囲えないじゃん、今回遅すぎて。この企画をやる上で俺は分かったことは一つある。低い感度よりは高い方がまだいいってこと。マジで向けない、ちなみに敵の方に。このジャンプで当てる。だって俺無理、絶対負ける、これ。待って、マジで無理、この絵。この客、やばい。後ろ向きたいのに向けないもん。え、この客やってる人いんの?俺以外に、普通に。いたらさ、ちょっとびっくり してんの、その人は。無理でしょ、普通にこれ。ちょっと待って、マジで。やばい、来てる。もう横の壁立てれねえわ、感動とすぎて。ちょっと立っていくしかないけど、先にさ、置いとくしかないんで、出てきそうなところに。じゃないとこれ、いけないで負けるんだよ。でも ADS の方がまだマシかも。これ建築時が一番遅いわ。これでさ、例えばさ、後ろを索敵したくてもさ、後ろ向くまでもう時間かかるからさ、この間に右からまた来たのやつが来てたら終わりなんだよ。マジでやばくないこの企画。ちょっと待って。え、ちょ、本当にこれやばさ知るためにちょ、みんな一回やってみてほしい。プライベートで普通に。俺さ、感度マックスでやってみたもやったからさ、これもやって、感度マックス VS 感度最低で対マンしてみたみたいなの撮ろうと思ったんだけど、これ多分もうやる前から分かってるわ、俺もう。こっちが負けるわ、絶対。うん。だってさ、敵の方まず向けないのが終わりじゃない?もうこれさ、感度遅い人の背を取ったら勝ちやで、だって。これ雑談動画で終わるわ、普通に皆さん。すいません、こんな難しいとは思ってませんでした。一回転するまでに何秒あるかさ、ちょっと今更だけど測ってみると、これ。いきます。ちょっとね、囲ってからさ、やろうと思ったら、囲えないわ。いきます。上のあれが30秒からいきます。スタート。あ、ちょ、待って、もうやめていい?音。聞いて。これ多分向けずに負ける、これも。で、1分ぐらい経って、まだ壁2枚目も置けてなかったよ、今。あ、終わった。やばい。また左向けない。終わりだ、終わり。
もうやばい、この縛り後ろ向けないからマジで。無理無理無理、ちょっと体で当てるしかない。無理無理無理、マジで遅すぎる、この何この縛り。はい、ということで、まぁ、ちょっと先ほどの試合だけでは終われないということで、もう一試合、しに来たんですけど、ここで言わせてください。最低感度でやってみた縛り、ギブアップします。いつも通りの感度にしました。さっきの縛りで、何千試合やっても俺勝てる未来が見えなかったなっていう。ますますね、敵の方に向けないから、エイムもクソもないし、建築もできないよ。だってさ、前向いた状態からこの右に行くだけで、1分かかったからね。もう勝てる未来が見えなかった。ということで、まあ、ちょっとさっきの試合の感想とかを言いながらこの試合やっていきたいと思います。さっきの感度でやってたせいで、いつもの感度なんだけど、だからめっちゃ良く感じんの。だから多分俺めっちゃ下手になってる、これさっきの企画のせいで。やったわ、普通にクソ企画だわ。オッケーオッケー、敵の方向けるだけで幸せだわ正直。だってこれ縦積みできるよ、ほら縦積みできんだよ、すごくね。ということで、さっきの縛りはちょっと、マジむずすぎたね。初めてギブアップしたかも。ギブアップなんてあんだね、みたいな思ったけど、でも。あれ無理やわ。他の人の企画でも多分あんまギブアップする企画なんてないと思うけど、あれはちょっとマジでむずい。ちょっと本当に、合わねえんなよと思った人は、一回やってみてやん。絶対勝てんから、あれ。マックス縛りは結構簡単な方だったのかもしんない。だって多分ギブアップしないよ、そうそう。キーマウ1時間とかもやったことないやつが、通常マッチ行っても勝てたし、感度マックスにしても勝てたし、武器一丁でも勝てるし、みたいな。なのが、11位でも負けたからね、さっき確か。で、2キルしかできないから。初めてやで、あんな。しかもさ、2キルの仕方よ。車で引いただけとか。さすがに、あれだけじゃ、まあ、終われないし、と喋りながら、この試合やっていきたいと思います。まあ、普通の試合やる上だったら、2、3キルしなきゃ、ちょっとね、許されないですよね。ギブアップしてるんで。ね、本当にさっきのね、縛りのせいで下手になってる、これ。マジで俺多分、やばいかも、これ。本当に俺いつもの感度だよね。自分の感度忘れた。合ってるよね。なんか、いつもと同じ感度なのに、もうさっきの企画のせいで終わったわ、普通に。俺やんなきゃよかった、あの企画。いや、敵だ、敵じゃなかった。くそ。あ、すいません。じゃ、すいません。違うんです。もういいもんね、逃げるもん。待って、もういろいろとなんかグダグダなんだけど。多分縛りをやってから俺は全てがおかしくなった。この後俺の競技の実績とか弱くなったら多分この企画のせいということにしましょう。はい。リハビリ程度にこの試合マジガチでやろう。おいや。このパンチ弱え。パンチ弱かったと思ったより。ポンプにして当たるかなぁ。本当にそのレベルではある。ちゃんとね、動ける敵が多いんだよ。ほらめっちゃロ、なんか違うんだけど。だって感度がさ、本当にあの企画やるべきじゃなかったかもしれない。やばいわ、こんな初めてだ。後遺症が残る企画やばいかも。だパンチゲーム、さすがに負けんわ。この試合負けたら普通にやばいわ。シールドないって俺も。オッケー、こいつめっちゃメダリオン持っとるやん。これから企画やっていく上でちょっと難易度みたいのを毎回最後に言いたいかもな。今回の企画の難易度はまあ星5でしたね、みたいな。まああの企画はマジ確実に過去最高だったね。マジで今までで一番難かったと思う、あの企画は。いやでもさ、敵にまず向けるのがいいもん。 YouTube 何年もやってるけど、あの企画をギブアップしたの俺初めてだと思う。マジでやばい、やっぱり血が出てこない企画だよ、マジで。ちょっと待って、ありがとう、敵に向けるだけで幸せ。さっきなんて敵を見ずに死んだからね。ランクもそうだけど、最後の方の敵消えがちなんだよ。
2人いるし。ラスト1人ー、ういと、お前マジで隠れてるんじゃねえぞお前。もう今容赦なく倒すこいつは。お前どこにいたねん普通に。カモン、オッケー。ということで今回の感度最低縛りは失敗に終わってしまったんですけど、まあちょっとさすがにあれは難しかったから、はい、許してほしいです。ということで、ポニー少しでも頑張ったなと思った方は、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね。